はい、皆さんこんにちは。レックス認講師森剛と申します。よろしくお願いいたします。はい、この動画ではですね、大学1年生から放送を目指す、具体的学習スケジュールについてお話をさせていただきます。最初の、スライドはこちらですね。パターン1っていうのはどういうことかっていうと、ちょっとパターン2との比較すると、パターン2っていうのは、もう2年で、予備試験合格を目指すパターンで、パターン1っていうのは1年で予備試験合格を目指すパターンっていうのを想定しています。でパターン1っていうのは、当然パターン1もパターン2も、在学中に予備試験合格することを目指していますが、パターン1は1年から勉強を開始して大学2年で予備試験合格、大学3年で司法試験合格を目指せるパターンです。で、これは1年間ちょっとの勉強期間で予備試験合格を目指すというパターンなので、タイトはタイトですね。ただ不可能ではないスケジュールではあるんですけども、相当覚悟のある人、やる気のある人はこのパターン挑んでもいいかなというところです。で、一応レックの方で、入門講座とかのカリクラもこうなっていて、4月から入門講座、つまりインプットですね、7つの科目をやらなきゃいけないんですけども、民法、商法、民事訴訟法、それから刑法、刑事訴訟法で、憲法、行政法っていうね、7つの科目を、4月から始めて年内に、インプット講座をやってしまって、でそこから先にアウトプット講座ですね、過去問とかに取り組んだりして、で、2年生になってからは担当っていうね、予備試験は担当の試験が先にあるので、それに取り組んでとかっていう、こういったスケジューリングになっていると。はい、で一方でこのパターン2の方ですね、これは、1年生から勉強を開始して2年間、つまり3年生での予備試験合格を目指すと、比較的オーソドックスなパターンかなと思いますね。何がオーソドックスかっていうと、これで3年で予備試験合格したら、4年で司法試験合格になるので、基本的にその4年で合格しておけば、それから卒業して修習に出てっていうことになるので、スムーズな形で、はい、就職とかにつながっていくのかなと思います。はい、でもこれは、さっきと違うのはこの、レックのスケジュールの内容も別になっていて、1年生の4月から入門講座始まるのは一緒ですけども、これは、本当に1年かけてですね、さっきのは、パターン1は年内で入門講座を終わらせるっていう予定だったのが、このパターン2はですね、2年生のね、つまり4月のところで、大体入門講座を終わらせて、でそこから同じようにアウトプット講座やってということで、最終的にはですね、予備試験の前にまた担当の講座をやりとかっていうふうな流れになっています。で最後にですね、これはそれぞれの勉強段階で、どの程度の到達目標っていうのをね、想定すればいいのかっていう、簡単な目安なんですけども、まず入門段階、これはですね、入門段階を勉強し終えた後にどれくらいのね、到達度になっているのが理想的かというと、理想的っていうか目標ってことですかね、目標かというと、過去問の出題意図、これはもう担当論文どちらもですね、これを見て、大方理解できる状態っていうふうに僕は考えてるんですけど、これ皆さん大学受験とか思い出してもらうとね、当然まだ習ってない範囲の大学の過去問とか見て、そもそも何聞いてるか分かんないじゃないですか。ただ一通り勉強すると、ああこういうことを聞いてるんだね、この時に習ったこの範囲をなんかこういうのを使って、知識を使ってこういう感じの答えになるのかっていう、なんとなくの答えっていうか、その聞きたいことがイメージできるようになれますよね。答えまでは分からなくてもね、そういったものをちょっとイメージしているっていう感じですね。でそれが終わって次、論文対策、っていうところに進むとですね、今度はもっと細かく重要判例、こういったものが大方理解できていると、この分野で例えば刑事訴訟法だったら、現行犯逮捕っていう分野でこういう判例とかこういう判例とかあって、こういう判例はこういうこと言ってたなとかっていう、はい、のがね、ある程度イメージできるようになっている段階。そして、担当対策ですね、これ結構試験の近い時期ですけども、この時期は判例に加えて担当って条文知識がすごい特典に絡んでくるんですよ。だから条文ね、民法何条にこんなこと書いてあった、何条っていう数字まではいりませんけど、大体ね、条文上こんなこと書いてあったなっていうようなことが大方理解できている状態ですね。あと条文知識に関しては暗記とかもしておいた方がいいかなって思います。はい、でそして、論文直前期、これは重要判例と過去問の出題範囲ですね、出題意図ではなく範囲、過去問でこういうことが聞かれてました、で過去問で1回聞かれたことっていうのは多くの受験生がしっかり対策してきて、で繰り返し問われることも多いので、これちゃんと理解してないと相対的に非常に不利なので、こういったところをしっかりと理解プラス、これは記憶ですね、
記憶してほしいと。でこれ条文知識がないのは何でかっていうと、あの基本的に担当じゃない論文はあの条文を見ながら解くことができるので、まあ、そんなに細かい条文知識の暗記まではいりませんが、逆に、まあ、あの自分でね、そのゼロから書かなきゃいけないので、これは担当と違って理解だけじゃなくて暗記っていうところがね結構大きな負担になるかなと思うので、まあ、こんな風な目標を立てたらいいのかなというふうに思っております。はい、ではね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。